袈裟を着た、ラオスのビクギサとは、仏教の僧侶が身につける布状の衣装のことである。盆語で、解食、混濁色を意味する、カーシャーヤを翻訳したもの。紛争意、福田頃も、法衣とも言う。起源は、インドの仏教僧侶が身にまとっていた布。仏教では本来、出家僧侶は財産になるような私有物を持つことを禁じられており、衣服も、例外ではなかった。 そのため価値や使い道がなくなり捨てられたボーロ布、死体置き場に置かれた死者の衣服、お仏を脱ぐくらいしか用のなくなった葉布を拾い集め綴り合わせて身を覆う布を作った。布は在家者と区別するために草木や金属のサビを使って染め直され、黄土色や青黒色をしていた。ボンゴの名前はこの色に由来する。下着に当たるアンタカイ、普段着に当たる ウツたら像、儀式、訪問儀にあたる総柄子の三枚がある。これに、食事や卓発に使う、持ち鉢を合わせて三院一鉢と呼び、僧侶の必需品とされた。仏教がより寒冷な地方に伝播するにつれて貝が、切られるようになり、中国に伝わる頃には、本来の用途を失って僧侶であることを表す、装飾的な衣装となった。日本に伝わってからは、さらに様々な色や、 禁断の布地が用いられるようになり、その組み合わせによって、僧侶の遺憾や特権を表すものになった。特に、江戸時代までは、死、紫下駄は天皇の直居が必要であった。なお、一般の僧は黒い衣であったことから、国衣と称された。下駄地一つの上から大型のかかり楽をつけた前僧の姿。竿の一部を肩から外している。竿は二本で、 背足でつながっている禁断の袈裟古くは両肩を含め全身を覆うように着用したが、現在では特別な場合を除き右肩を出すようにしてかける。これは、如来が両肩を覆って着用しているのに対して、ふっの崇拝と異形の念を表すためである。インドでは尊敬する人物の前では敵意がないことを示すために右肩を出すことが通例であった。宗派や用途によって形状に、 多くのバリエーションがあるが、小さく裁断した布を縫い合わせて作られる基本的な縫製法は共通している。小さな布を縦につないだものを錠と呼び、これを横に何錠か縫い合わせて作られる。錠の数は一般には5錠、7錠、9錠の3種類であり、錠数の多い方が尊重される。古い時代の袈裟には15二23条なども見られる。縫い合わた布が、 水田のように見えることから、下餌を福田ゴロモと呼ぶことがある。一説には釈迦に敬した、釈英国のペルシャ特王が、仏弟子と藁門像を見間違えて礼拝したため区別、できるよう衣装の定めを設けるよう願った際、釈迦が、傍らのアン尊者に水田を指さして、あのようにすればよいだろうと言われたことに由来するという。また、善行の種をまいて、苦毒を得るとする、福田思想に由来するともいう。 前週では、今朝は、司法の重要な証である。師匠は、弟子の修行が十分に達成されたと判断したとき、仏法の革新を伝授しその証として、祖師伝来の今朝と、持ち鉢を与える。威発を継ぐという言葉はこれに由来している。その強い象徴性ゆえに、威心罪としても機能し、 真相では、造主の正当性を示すため、選手から送電した贈さを書き込むことがしばしば見られ、時には金銭を超えた、贈答品としても用いられた。一部の宗派では、和贈さという簡易型の贈さを、僧侶のほか、在家信徒も、法へ三列時に使用する。贈さおす、贈さ男、贈さおという名前の人をたまに見かけるがそれは、本人の誕生時、体内で、 へその緒が首に絡まって生まれてきた状態が今朝を着ているように見えることに由来する。体内でこの状態になると非常に危険で、死亡率が高く、無事生まれてきたこの成長のための呪い事としてこの名が付けられる。一般的には今朝を着ると思われがちだが、僧侶の世界では、衣は着る、今朝は着けると言い分けている。ありがとうございます。